お前はトランスジェンダーだとか男だとか言われるわけですよ。あの選手はだって女性として生まれてんのに、女性として育てられたし、自分の身を置き換えて考えたら、私辛い無理かもって思っちゃいました。パリオリンピックで議論を呼んだ女子ボクシングについて話すのは、YouTuberの青木かのんさん、32歳。渦中の選手と同じ性文化疾患に悩んできた一人です。性文化疾患とは、体の性に関する部分が多くの人とは生まれながらに違うという疾患。 DSD とも呼ばれ、およそ4500人に1人の割合で生まれるといいます。青木さんの場合は、声変わりが起きなかったり、あとは中学生頃に胸が膨らんだりとか、多分中学生ぐらいの時でも B カップぐらいは多分あったと思いますね。男性として生まれるも、成長する過程で体が女性的に変化したといいます。アベマエンタメは性文化疾患を持つ青木さんに独占インタビュー。そこで語ったのは、なんか決してそのなんかズルして、なんかこうドーピングとか、なんかそういうんじゃなくて、望まない変化をしてしまってるんだっていうところをちょっと頭の隅に置いていただけると、すごい分かる、なんか助かりますね。同じ疾患を持つ青木さんだから話せる女子ボクシングの公平性について、さらに、トランスジェンダーとは違いますよっていうところはちゃんと発信していきたいっていうのと、トランスジェンダーの人なんですかって言われたら、やっぱ自分がこう女として生きてきた過去をこう否定されてる気持ちになりますよね。世間に広まる性文化疾患への誤解を解きたいという思い。そして、お前男らしくなる努力しろって言われて、分かったから許してっていう感じで、もう日常的に男として生きていくのが怖くなって、外も歩けなくなるぐらい。学校を辞めちゃったんですよ、私大学。体の変化に心が追いつかなかった苦悩を告白。女子ボクシングをきっかけに注目された性文化疾患について、当事者の青木さんが語りました。お願いします。お願いします。ここで座ればいいですかね。はい、はい、そのオリンピックのニュースを見て、シンプルに青木さんどう思われたんですか。どう受け止められたんですか。つらって思いましたね。なんか望んでない変化こっちはしてるわけなのに、お前はトランスジェンダーだとか男だとか言われるわけですよ。あの選手はだって女性として生まれてんのに、女性として育てられたし、今までこういうことなかったのに、いきなり世界中の人からお前は男だとか言われるわけですよ。それを自分の身に置き換えて考えたら、私辛い無理かもって思っちゃいました。世界から非難された選手に心から寄り添う青木さん。一方で、性文化疾患の当事者だからこそ、公平性に対しては冷静に見つめています。幼少期の写真見た時は女性だったの、すごく可愛らしい女の子だったんですけど、今ちょっとね、雰囲気がなんかこう雰囲気が変わられてて、それは多分第二次成長期に多分男性的な成長をされたんじゃないのかなっていう。だから、まあ、そこは間違ってないんじゃないかなと思うんで、だからもし私がその選手の立場だったら、本当に出たいのであれば、周りの選手と同じように女性ホルモンを、ね、打って、で男性ホルモンの基準値というか、その量を減らして、でそこで初めて対等になるじゃないですか。そこからじゃないのっていうのは私は正直思いました。で、まあ、性文化疾患にいろんなパターンあるんで、まあ、彼女がその公表してない部分もあるから、私は一概にこれだとは言えないんですけども。1992年8月、日本人の父とスペイン系フィリピン人の母の間に生まれた青木さん。小学生の時に父の影響で野球を始め、当時の将来の夢はプロ野球選手になることだったといいます。そんな青木さんが体の変化に気づいたのは中学生の時。多くの男性が第二次成長を迎え、
性器の発育や声変わりといった変化が起こるのですが、まず胸が膨らんでくる。多分中学生ぐらいの時でもう B カップぐらいは多分あったと思いますね。なので学校に行く時は当時そういう何胸を潰すそのさらしっていうものを知らなかったんで、お家にあるそのガムテープ布テープっていうんですか、それをぐるぐる巻きにして胸に巻きつけて学校行ってました。中学生の時に体育祭で騎馬戦だったんですよ。その時に私みんなにからかわれて、なんかお前おかしくないみたいな、でこう詰められたりとかして、男の子だったらあーお風呂上がったって言って真っ裸でこうやって部屋の中歩くじゃないですか。私絶対にしなくて、もうお風呂場の中に服も全部下着もこう、だから親は多分変な子だなと思ってたと思うんですけど、みんなでプールの時水着が着替えるじゃないですか。周りの子たちはちゃんとこう成長してて、なんで僕だけなんかみたいな、なんかなんで僕こんなちっちゃいんだろうみたいな、ずっとこうやって自分の見て思ってましたね。同級生とは違う体の変化に戸惑いつつ、野球の強豪に進学した青木さん。しかしトレーニングをしても思うように筋肉が鍛えられなかったといいます。さらに親子関係にも亀裂が。高校生の時スマホ持ち始めるじゃないですか。でやっぱいろいろ調べるわけですよ。女になりたくないのに心がおかしくなってくるとか、普通の男のつもりなのに胸が膨らんでくるとか、なんかいろんなこと調べてたんですよ。そしたらなんだあの検索履歴はお前女性ホルモン剤って調べたじゃないかって言って、やべえってなって、それを私はなんで調べたかというと、体が勝手に胸が膨らんでくるとかいうのをいろいろスマホで検索してたんで、そしたら性同一性障害とか女性ホルモン剤とか出てくるわけですよ。だからそれで父親はなんか変にパズルを完成させちゃったんですよね。性同一性障害と女性ホルモン剤イコール女にお前はなりたいんだみたいな、でお前男らしくなる努力しろって言われて、分かったから許してっていう感じで。性自認の戸惑いを家族から理解されなかったといいます。プロ野球選手の夢は諦め大学に進学するも、大学1年よりも徐々にまたこう女っぽくなってるんで、なんかやっぱ学校行くとなんかいきなりお尻触られたり、友達からういってふざけて、普通に男の子の格好してるのにトイレ入ったらなんで女がこの中にいるんだよって言って追い出されたりとか、号泣して私出てきたんですよトイレから。やっぱそんなことが頻繁に起きて、もう日常的に男として生きていくのが怖くなって外も歩けなくなるぐらい、学校を辞めちゃったんですよ私大学。まあ、家庭内でもやっぱり居場所っていうか居心地が悪くなってしまって家出して、19歳で大学を中退し家を飛び出て中華料理店で住み込みのバイトで生計を立てます。その後歌手になりたいという新たな夢を持った青木さんは21歳の時に音楽の専門学校に入学。そこで女性のクラスに振り分けられたことで性自認に変化が。性別というものを街中の人から、まあ、他者から誰からも意識されたくないと思って、入学申し込み男性と女性のこの欄に丸つけずに、ならお母さんの名前を使って入学したんですよ。したら女性のクラスの方に入学式に呼ばれて、今まであんまり関わり持たなかった女性たちの輪の中にいきなり入るわけ でそこでなんかそんな悪くないなみたいな感じになったんですよね。それなんでかっていうと、もう21歳頃になってるとやっぱ中学2年からこうホルモンバランスがずっとこう変わってしまったわけなんで、やっぱ脳にこう影響するんで、まあ、良くも悪くも思考っていうかその自分の性自認が安定しちゃったんですよ女性として。だから逆にその頃はもうなんか女で生きた方がなんか都合いいんじゃないかみたいな。そこから女性を自認するようになった青木さんは髪の毛を伸ばしメイクをするように、そして病院を受診し自身が性分化疾患であることを知りました。あなたは今後男と女どっちで生きていきたいですかっていう究極の選択を迫られるわけですよ。もし男性としてあなたが生きたいのであれば男性ホルモンの注射と胸膨らんだ胸を切除して、死ぬまで男性ホルモンの注射をすることになるけど、それで男として生きていけますと。
で女の方で生きるのであればその私でいうと完全に女性ホルモンを一般的な女性と同等に自分でこう何生成することはできないので足りない分をピルで補うっていう私がもし男性として生きても男性としてのその生殖能力もないっていうのも分かってるし一般的な男性にはなれないわけじゃないですかどうあがいたってでその頃はもうなんか自分がこの先胸がなくなって声変わりして男性的な見た目になるっていうのを想像ができなかったっていうのもあってじゃあ女性として生きますっていうのをそこで決めましたでピル飲んでからまた胸が大きくなりましたね私今 F ぐらいですねその後およそ100万円をかけ性転換手術を受けた青木さん女性として生きるようになったことで周囲の対応の変化に戸惑うこともそれはスーパーマーケットでポイントカードの入会営業をしていた時のこと私同じバイト先を男と女の姿どっちでも経験してるんですよやっぱ男の子の見た目で言ってたから、まあ、可愛い系の男の子ですよね可愛いはねじゃあ私入ってあげるわポイントカード入会してあげるみたいなあったんですけど女の姿になってからあもう急いでるからあっち行ってみたいな感じで全然ポイントカード獲得できないみたいなんでやめましたで女になってから職場の人たちからの対応変わって営業職だったんですけど君には成績求めてないよって言われたりとか飲み会でこうあ君はこっちの話参加しなくていいから社長の横に行ってお酒入れついであげてみたいなえなんか私ってここであんまりなんか大事にされてないのかなって思っちゃったりとかなんか女になってなんかすごいそこを感じましたね居心地どっちが良かったって言ったら多分男の子の時の方がその社会っていうかその外に出てこう過ごす上ではなんか居心地の悪さは男の子の方が少なかったかもなぐらいの感覚ご自宅に招かれて飲み会する時もお食事にありつけなかったりなんか常にこう料理出しさせられたりとか周りの女の人たちもやってるから自分だけそういう料理にこう食べるがつくわけにもいかないから私も台所行ってこうやって料理出し手伝わなきゃってはぁみたいなもちろん、ね、男の子だから性文化疾患の当事者としてジェンダーについて深く考えているという青木さん性文化疾患への理解が広まることを願い SNS で発信をしていますトランスジェンダーとは違いますよっていうところはちゃんと発信していきたいっていうのと望まない変化をしてしまう場合もあるっていうことをみんなに知っていただきたいトランスジェンダーっていうのはなりたくて望む姿になりましたっていう方が多いわけですよでも性文化疾患の方はなりたくなくてしかも望まない姿になってしまった人たちなんですよだからもう性質が真逆なんですよね女としてちゃんと生まれて女として生きてるのにトランスジェンダーの人なんですかって言われたらやっぱ自分がこう女として生きてきた過去をこう否定されてる気持ちになりますよねそこはちゃんとこう区別つけた方がいいとは思いますけど私みたいな人が一番多分あれなんですよね変わったじゃないですか一応男の子から女の姿に変わってるなんですごい広域的なその定義でいうとトランスジェンダーでもあるんじゃないのっていう話もやっぱ出るんでまあ、どう思うか皆さんに任せますけどでも私以外の人にあんまり言わないであげたいなって思っちゃいますよね女子ボクシングをきっかけに注目された性文化疾患当事者として生きる青木さんが望む未来はやっぱ結婚して普通のおばちゃんになることなんかやっぱ私は普通になりたかったっていうのがあったんで普通今まであんまり体験してなかったんで普通を早く味わいたいなんかもうわざわざ性文化疾患ですって言わなくてもなんかいいような時代が来ればいいかなってあんまそこを意識せずに生きられるようになったら幸せなのかなって思いますアベマニュースキャスターの辻歩です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。